ちゃん、おばなちゃん、おは。それを待つのはどうかな。
シュッシュッシュッと出発準備完了。だいたいご飯食べていないんだから、山歩きなんかしてられないよね。もう帰ろう。ここ、どこだろう。にしても危ないな。私も危なかったな。井戸かな。
険なものは隠しちゃダメだよね。ちゃんと分かるようにしとかないと。よしよし、完成。これで落ちても大丈夫かな。